全てが終わったらお父様と一緒に桜の塩漬けを作りましょう。この道を歩くといろんなことを思い出しちゃうな。そうね。あの頃放課後のチャイムが鳴ったら、キアナちゃんはいつも真っ先に教室から飛び出して、そしてその次に教室を出るのは大体私。わけも聞かされないまま、キアナちゃんによく引っ張られていたわね。先輩の料理があまりにも美味しかったんだもん。授業中も放課後になったら早く帰ってご飯を食べようって思ってたよ。キアナちゃん、それって授業中にぼーっとしてたのは私のせいだって言いたいの？違うよ、私のお腹のせいだよ。ずっとグーグー鳴ってたからそうなっちゃったの。そういえば、あの頃のブローニャは冷たく見えたし、寮にすぐ帰りたいって感じじゃなかったけど。本当はいつも前日に、わざと理由をつけて私に、メイ姉様の翌日の献立を聞いてたんだよ。そうだったのね。メイ先輩、あの塀の向こうにあるレストラン街のこと、まだ覚えてる？もちろんよ。確か、私が刀の修行につまずいて、練習のために部屋にこもってた時、キアナちゃんは私を連れ出して、あそこのアイスクリームやお菓子を食べさせてくれたのよね。機会があったら、もう一度白桃味のプリンを食べたかったわ。メイ先輩、どうしてキャラメルプリンとクレープの話を飛ばしたの？美味しくなかった？キアナちゃんが選んだものは何でも美味しかったわよ。どうして白桃味の話を先にしたかというと、実は、あい、今はやめておきましょう。え？メイ先輩ったら、もったいぶらないでよ。キアナちゃんと違って。あれは私が初めて友達と交換しながら食べたお菓子だからよ。気がついたら訓練場に着いてたね。精神の枷がおとなしくここで待っててくれたらいいのに。残念ながら誰かさんと同じようにあまりおとなしくない生徒のようね。メイ先輩ってば。確かあの頃のキアナちゃんはいつも前に出て最強のバルキリーになるって言ってたわよね。でも授業中は居眠りばかり、テストの復習もちゃんとしない。さらにゲーム機を持っていつも満点を取るブローニャちゃんのところに遊びに行くんだもの。ストップストップ、メイ先輩、どうして急にそんなことを話し始めるの？それ以上話したらまたメイ先輩に耳をつねられちゃう。
恥ずかしい？メイ先輩、私はもう子供じゃないよ。もちろん。今のキアナちゃんは、私やブローニャちゃんがいろいろしなくても、ちゃんと自分のすべきことをする。むしろ、恐ろしいほど自覚してるんじゃないかしら。そこまでじゃないよ。デュランダルに比べたら、私は緩いくらいだと思う。ここは？キアナちゃん、大丈夫？うん、今は大丈夫だよ。ならいいけど、さっき急にキアナちゃんが人形みたいに無反応になったの。そして一面の暗闇に消えたセイフレイヤの代わりに千葉学園が現れた。てっきり準備をする間があるのかと思ってたわ。例えば急に扉や光の輪が現れて、それに触れて次の空間に行くとか。レイ先輩ってばゲームじゃないんだから。それとも今のって実はブローニャが乗り移っていったセリフだったりする？ごめんなさい、今までイニシエの楽園で似たような経験をたくさんしてきたから、発想にもそういう癖がついてたみたい。メイ先輩、どうして急にそんな真面目な話し方になってるの？まさか私たちがここにいるから？それは。いいえ、キアナちゃんの言う通りね。かつての私はここで起きたことを思い出すのが怖かった。自身の枷はここにはないみたいだね。ええ、私たちの他に何もないわね。あの人そっくり。違うところもあるんだよ。例えば周りの雰囲気とか。見て、ここのフェンス大きな穴があるよ。景色を見るのに便利だね。でもこんな大きい穴どうやって作ったんだろう。あ、それは多分私がキアナちゃんを吹っ飛ばした時にできたものだと思う。なるほど、道理で全然覚えてなかったんだ。
でもこれのおかげで千葉学園の展望台のランクがまた上がったんじゃない？余すところなく見渡せるっていう意味で。ええ、キアナちゃんらしい考え方ね。はあ、ここは見晴らしがいいだけじゃなくて気持ちいい風も吹いてるね。残念ながら、当時の私たちにはこの景色を楽しむほどの余裕はなかったわ。じゃあ、一気に目に焼き付けていこう。次の空間転換は、すぐには起こらないと思うから。私の考えが正しければ、そういった転換は、私の感情の波と関係があるんだと思う。感情そのものか、それとも波の強さ次第なのかはわからないけど。構わないわ。キアナちゃんの思想空間にいる以上、成り行きに任せるのが一番いい方法なのかもしれないわね。うん。メイ先輩。ん？なんでもない。急に呼びたくなっただけだから。じゃあ、キアナちゃん？実は、あの日のことだけど、最初はメイ先輩に伝えられなかったことがたくさんあるって思ってたんだ。だけど、ある日、何かを伝えるという問題じゃないって、ふと気づいたの。だって私の考えなんて、メイ先輩が察せないわけないでしょ？逆の場合でも同じでしょうね。ヨルムンガンドに入ったばかりの頃は、ほぼ毎晩眠れなかったわ。眠れない理由は分かってるのに解決できなかった。だからそれからはその時間を考えることに使ったの。当時一番考えたのは起こるべきじゃなかったあの戦いを避ける方法だった。例えば二人とも落ち着いて話すべきだったんじゃないかとか。でもどうしても最善の答えは見つからなかったの。だって私を引き止めたいキアナちゃんもキアナちゃんを助けたい私もどちらも間違っていなかったから。間違いがない以上言葉で相手を説得するのは難しい。間違いがない以上積極的な行動に出た私たちを止めることはできない。避けられない出来事だったのよ。そうだね。もしかしたらそれが成長なのかもしれないね。今の私たちは当時と変わらない信念を持ってるけど、お互いを説得する必要はとっくになくなってる。その違いは些細なものなのかもしれないけど。パプリカカレーを食べた時や天球史にいた時に今日みたいに心を開くことができてたら、多くの紆余曲折もそんなに苦しまずに乗り越えられたんだろうね。でも逆に考えると、
もしあの時の衝突がなかったら成長できなかったし、今の私たちになることもなかったんだよね。つまりキアナちゃんの結論としては、あの時喧嘩した甲斐があったってことかしら。メイ先輩、校内で暴力を振るうのはダメだよ。私たちは枕投げ大会みたいなやり方で解決するべきだと思うんだ。二人は笑った。目が合った瞬間、彼女たちははっきりと感じる。かつて二人の間にあった形のない壁、その最後の瓦礫も笑い声と共に消えていった。メイ先輩。ん？知ってると思うけど、ヘリオスに戻ったばかりの頃の私は、多くのことや決めたことを誰かに話さずに、心の奥に隠したり、一人で行動したりしてた。そのたくさんの誰かの中で、一番共有したくない、する勇気がない相手は、メイ先輩だった。それは、私たちが離れ離れになった理由でもあった。わかってるの。私のことになると、メイ先輩の感情の波は他の人たちの時よりずっと大きくなるって。でもメイ先輩はそれを見せずに、ただ私の全てを包み込んで受け入れて、そして必要な時に導いて助けてくれた。初めて会った時からずっと。美しい世界のために戦う、それは私の信念で、姫子先生との約束でもある。そして私にとって、メイ先輩はその美しさの中で最も特別な存在。特別だからこそ、私や世界よりもメイ先輩自身のことをもっと大切にしてほしい。メイ先輩、それで今はどう思ってるの？多分、人の思考と行動は多くの場面で矛盾するものなんだと思うの。だって世界は私たちに最も理想的な結果を選ばせてくれるとは限らないでしょ。だから、もし私が少し先の未来で自分たちの運命を変えるような選択をもう一度突きつけられたとしたら。今の私は、あの時のように何の躊躇もなく答えることなんてできないと思う。多分、迷い、考え、いろいろ考慮するんでしょうね。それはきっと、キアナちゃんと一緒にいることで、私の中の世界の重みがどんどん成長してるから。
でも結局のところ、そんな風に私が世界を好きになるきっかけをくれた人は。キアナちゃん、あなたなのよ。あ、ありがとう、メイ先輩。私もメイ先輩が同じくらい大事だよ。私すごく嬉しいんだ。また変わったね。でもここはどこだろう。上空市に見えるけど、もしかしたら私の記憶かもしれないわ。ここはキアナちゃんの思想空間だけど、中にいる私の影響を少し受けてるよね。覚えてる？キアナちゃんがベナレスに乗って長空市の虚数特異点を閉じようとした時、虚数の造物の襲撃を受けたでしょ。ここはベナレスが落ちた場所よ。キアナちゃんを追いかけた私を守るために、彼女が代わりに巨樹の残骸の一撃を受けてくれたの。その後、彼女の意識は完全に消えたわ。やっぱり、そういうことだったんだ。だから、クリカラが生まれたんだね。ええ。ベナレス。ううん、ベラって呼んだ方がいいかも。空の律者と対峙した時、ベラには何度も助けられたんだ。彼女がいなかったら、トラウマを克服して空の律者に勝つことなんてできなかったと思う。でも最後は律者コアに残る幻影として召喚者と一緒に消えちゃった。ベラにはありがとうって伝えたかったな。私もよ。今思い返してみれば、シンプルな理由で助けてくれたのかもしれないわね。あなたを悲しませたくなかったのか、もしくはシーリンの面影を感じたか。うん、ベラ、彼女の善と悪は素朴だった。だからこそ片方の存在だけで彼女を定義してしまうと少し不公平だよね。視点を世界の外側に移せば、きっと絶対の悪も完全な善も存在しないんだと思う。ベラとシーリンが崩壊の奴隷、運命の囚人だったように、ヨルムンガンド、もしくはケビン、彼らも同じなんじゃないのかな。成婚計画が永遠の夢を意味するなら、
世界中の人々を運命の囚人にするのと同じ。しかも、もしかしたら、それよりも最悪なことになりかねない。ヨルムガンドは運命から人類を解放するって言ってるわ。でも結果的にはヒオウガの暗部を受け継ぎ、一般人の運命を無視し、文明を崇拝しながら命を軽視してる。例えるなら、仮に私たちの目の前に階段が存在するとしましょう。階段の上にたどり着けば崩壊と戦える。天命とネゲントロピーの争いの数々は一歩一歩登っていく過程で生じたもの。でもヨルムンガンドの場合、全文明から受け継いだ知識と技術で、トゲまみれの階段とそこに這いつくばる人々を無視し、飛行船に乗って答えを見つけようとしてる。蛇の目には頂上しか見えてない。だからこそ階段で必死にあがく一般人は塵悪たも同然で、それらに目を向けたりしないんでしょうね。なら私たちにできることもシンプルだよね。トゲだらけの道を一緒に切り開いて、幸せを目指す美しい道をみんなに見せるの。ええ、キアナちゃんの言う通りね。現状から見ればヨルムンガンドと私たちの間には大きな分岐が存在してる。私たちはこれから彼らを超えるより良い答えを導き出さなければならない。難しい問題だね。でもそれもすごい挑戦なんだと思う。ヨルムンガンドが終焉を超え未来へ飛び込むことができると信じてるなら、なおさら私たちにだってできるはずだよ。そうね。そうよね、ベラ。メイ先輩、気をつけて。肩を並べて戦うのは久しぶりね。うん。でもちょっと体を動かせばすぐに昔の感覚をつかめるよ。メイ先輩、私たちってやっぱり最高のパートナーだよね。ええ、もちろんよ。先輩は昔、同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直すって言ってくれたよね。でも本当はメイ先輩こそが私にとってもう半分の武器だと思うの。
なら私にとってのキアナちゃんも同じよ。キアナちゃん、準備して一気にとどめを刺すわよ。うん、任せて。よし、今よ。火炎バッケン。これで終わりだね。どうやらキアナちゃんも力が戻ったみたいね。メイ先輩もでしょ。私はさっきよりはマシになってるけど、まだ完全とは言えないわ。そっか。でも成婚計画も大したことないね。強いて言えばメイ先輩がいたからこそ全部うまくいったんだと思う。それとブローニャ、四季の律者、あとメイ博士の助けも忘れちゃダメだよね。そういうところは昔のままね。そういえばメイ先輩、どうやらあれが思想空間を抜け出す扉のようね。ああ、さっき期待してたのはこれのことだったんだ。期待というほどではないわ。でも本音を言えば、私はもう少しキアナちゃんと一緒にいたい。私もだって、ここから出たらこうして楽しく過ごせる時間もほぼなくなっちゃうし。そうね、やることがたくさんあるわ。それとその先にもいろいろある。だからそろそろこの場所にさよならを言う時間だね。先輩、一緒に帰ろう。ええ、キアナちゃん、約束するわ。一緒に帰りましょう。
なんだか不思議な体験だったね。すごーく長い時間が経ったような気分だよ。私はとても短く感じたわ。まるで夢を見てるような感覚だった。けど、夢じゃないよ。少なくとも今回は、これからは夢じゃない。そうね、あんな夢はもう必要ない。私たちには一緒に未来を作る時間が十分にある。でしょ？よし、さっさと全部片付けて日常生活を満喫しないと。最近はデュランダルに見張られてて、もう1ヶ月もみんなと一緒にアイスを食べてないんだよ。そこまで追い詰めるなんて、デュランダルさんもすごいわね。けど今のやる気を見る限り、力は完全に回復したんでしょ？もちろん、キアナ・カスラナはただいま絶好調。ほら、今はもう最高潮って感じ。メイ先輩はどう？どのくらい回復した？感覚から察するに、少なくとも半分くらいは戻ってるわ。けど、そうね、私は思想空間に入った側だから、戦闘力を完全には回復できていないわ。メイ先輩は不調なの？じゃあこのキアナが騎士になってメイ姫を守ってみせる。確かにその方が効率的ね。じゃあ前線の支援は四季の律者に任せましょう。うい、メイ先輩、冗談だってば。メイ先輩と私は以心伝心だし、全力を出せなくたって私にとっては頼れるかけがえのないパートナーだよ。それにさっき一緒に戦えて本当に嬉しかったんだ。ええ、私もよ。それで次はメイ博士が話してたようにもう一体の巨樹の残骸を倒すんだよね。そういえば彼女たちはどこにいるのかしら。出発したんじゃないかな。とりあえず予定ポイントの近くまで行ってみよう。あ、ブローニャ。ちょっと危ない。言っておくけど怪我しても面倒は見ないよ。うまくいきましたか？うん、お待たせブローニャ。目立った進捗があったなら
待った甲斐がありますね。キアナ、調子はどうですか？巨樹の残骸と戦う準備はできましたか？もちろん、今以上に元気な時なんてないってくらいだよ。なんて、冗談冗談。実はあとちょっとなんだ。あとちょっと。メイ先輩だけじゃまだ足りないの。私たちにはブローニャの頭脳も必要。あ確かにそうですね。正直そちらの方がブローニャが得意としている分野です。そうだね。それに誰であっても知識と判断力は重要な武器になる。だからこれからもよろしくね、私たちの最強のブレーン。ええ、もちろんです。ブローニャはみんなをがっかりさせたりしませんから。ああ、そういえば。どうしたの、ブローニャちゃん。少し遅れてしまいましたが。おかえりなさい、キアナ。おかえりなさい、メイ姉さん。博士、目の前の景色を調べましょうか。初歩的な分析ではこちらの光景は以前と比べて何の変わりもないようですが。ありがとう、プロメテウス。けどその必要はないわ。私はこの目に映る全てを覚えておきたいだけなの。それらを記憶したところで長くは持ちません。プロメテウス、それって私に向けて愚痴をこぼしているのかしら。博士、私はデータの演算効率を優先して設計されましたから、感情モジュールのスペックはそう高くはありません。愚痴ではなく、単に客観的事実を話したに過ぎません。17号、私としてはあなたの主観的な感想が聞きたいわ。あら、戻ってきたのね。もう準備ができたの？なら、そろそろお別れの時ね。
泡から抜け出すとき、もしかしたら私たちの奇跡が一瞬の間だけ得意点を残すかもしれない。役に立つかどうかはわからないけど。もしその隙をつかみ、自身の存在のあり方を再調整すれば、固有世界で存在を維持できるかもしれません。仮説が多すぎるけれど、その推測自体に問題はないわ。でもその状況を現実にしたいのなら、私たちはとてつもない幸運をつかむ必要があるでしょうね。正確に言えば、その手段を使ったメイ博士が成功する確率は不確定性原理で決まる定数に近いのです。つまり10のマイナス30乗より低い。プランク定数ですか。それはつまり。別に驚くことはないわ。世界を欺くのなら危ない橋を渡るしかないの。四季の律者が教えてくれたの、あなたたちも知ってるはずよ。前回それを成し遂げたのは、いわゆるオットー主教。どんな状況で世界を欺き、そしてどんな代価を差し出したのか。気にする必要はないわ。あなたたちが現れなくったって、私の体もこの世界の泡も時間が流れ始めたら長くは持たない。5万年に比べれば4時間と40日間なんてそう変わりはありません。だからお互いにきっぱりとさようならを言いましょう。シキちゃんみたいに。シキの律者は最初からあっさりと私の選択を受け入れてくれたわ。もちろん少し感情的な言葉を混ぜ合わせていたけれど想定外だったわ。こういう世界で不和と記憶を分け合った律者があんなにも面白い性格をしてるなんて。あなたたちの時代の不和とも会ってみたかったわね。けど大丈夫、あなたたちが代わりに挨拶してくれるのよね。メイ、そんな顔をしないで。だってあなたはすでに古の楽園の終わりを受け入れてるはずよ。どうしてそのことを。見えるのよ、エリシアがあなたに残した印が。だから信じてるの。火を追う側の意志を受け継いだものなら、私たち一人一人の行いにはそれぞれの意味があったことを理解してくれていると。あなた自身のことも信じてる。私がケビンを信じてるようにね。私はただ最近見届けた別れがあまりにも多すぎると思ってただけよ。けど別れには意味がある。そうでしょ。
火を追うが、組織にそんな名前をつけた頃は多分思いもしなかったはずよ。火を追いかけるがよりも道を照らしてくれる火の方が彼らに向いてるって。あ、そう思うとメビウスは本当に素敵な名前をつけてくれたわね。確かに尊敬に値する名前だわ。でしょ？ならそれで十分よ。さて、過去に埋葬されたものを悲しむ必要はないわ。勇気を出して未来へと向かいましょう。メイ。メイ博士、直接脳に話しかけているの？それとも四季の律書が？成功計画の本質は世界の編纂。このことさえ覚えておけば、いずれは律書の力でそれを変える方法を見つけられる。そして新たな起源に時代の火種を灯してちょうだい。それが人の律者であるあなたたちの責任。別れの時間はもう終わった？そろそろ出発するんでしょ？そろそろ巨樹の残骸に挑んで私たちの世界に戻らなきゃ。わかった。なら早く行きましょう。余計なことを話す必要なんてない。ジメジメした別れなんてまっぴらごめんだし。さっさと行きましょう。四季の律者、彼女も。そうね、行きましょう。これから私はこの世界の泡に蓄積したエネルギーを使ってキアナが巨樹の残骸を完全に復元できるよう誘導します。チャンスは一度だけですから、事前準備はしっかりすることをお勧めします。じゃあそろそろ行こう。もたもたしてないで、さっさと終わらせるよ。キアナちゃん、いつも通り思いっきり戦って。ええ、今のキアナならきっと問題ありません。そう、その距離が適切です。では今から想像してみてください。あなたの前にはどう戦っても倒せないと言われた義神オットーが存在しています。彼の無限を終わらせるには彼の生命力を有限側に拘束する必要があります。そうです、まさにその通りです。エネルギー
リーを補給してください。雷電の呼吸これでエネルギーを補給してください。決戦の時が来た。スチュール制圧開始。これでエネルギーを補給してください。してください。喧嘩準備やっ、ふっはっやっ、通信ずれやっ、っこのレッグ全てを断ち切る。エネルギーを補給してください。喧嘩準備審判の敵を来た。これでエネルギーを補給してください。補給してください。ファニーパンチ雷電の呼吸早く。これでエネルギーを補給してください。補給してください。これでエネルギーを補給してください。補給してください。審判の時は来た。絶縁粉塵終わりだね。ええ、これで終わりのはず。
となると次は。ええ、随分と慣れてきているようです。はい、これで十分です。それでは。この扉はまさか。はい、あなたが感知した通りです。これこそが固有世界に帰ることができる通路、生きるためにあがける最後のチャンスでもあります。あなたたちはできうる限りのことをすべてやり遂げました。これからは私たちが持つすべての力を出し切り、一か八かの賭けに出るしかありません。準備はできた？これから帰るよ。当然です。私はヒッチハイクでもしてるって思うことにするよ。よし、ならしっかり捕まってて。でしょうか。大丈夫、瞑想してただけだから。瞑想？キアナがしてたようなトレーニングですか？神州では、いや東方ではよく見かける訓練方法だね。伝説にある対通に同図羽化当選みたいな効果はないけど、心境を広げ心骨を察知するって面においては抜群の訓練方法なんだ。確かに私も染み消しを利用する力を高めたいときは常に似たようなことをしていました。なるほど、だからみんな冷静で落ち着いてるんですね。あれ？ゼーレ、何か勘違いしてない？私が瞑想してたのは気持ちがごちゃごちゃだからだよ。正直なところ、デュランダル、私たちいつまで待たないといけないの？ここに来たのもまだ2時間前のことですよ。はあ、あんたってばよくそうじっとしていられるね。今もキアナたちが頑張って帰る方法を探してるって考えると、私はいても立ってもいられないよ。こうして2時間も待つ羽目になるって知ってたら、あれ？
やっと会えました。無事で何よりです。そうだね、デュランダル、やっと会えた。よかったです。本当によかった。デュランダル、何かあったの？すみません、興奮しすぎました。とにかくあなたたちも無事で何よりです。お久しぶりですね、ライデン・メイさん、ブローネ・ザイチクさん。お久しぶりです。お久しぶりです、デュランダルさん、リース・ショーさん。みんなが無事でよかったです。近くで軽く休んだら、さらに新しいエリアの探索を続けましょう。5万年前の世界の泡と融合した後なら、下の方も探索可能になっているはずです。うん、休憩しよう。ついでに情報交換もできるし。けどこの奥のエリアには何が待っているんでしょうか？そんなの、あのケビンってやつしか知らないと思う。と言っても、彼との戦いは極力避けたいよね。羅刹人の話だと、あの男の力が回復したら、絶頂期の退去門派でも相手にならないんだって。へえ、昔は結構威張ってたのに、ケビンごときにそんなにビビるんだ。いや、違う。見た目は似てるけど、あんたは彼女じゃない。ズバリ、あんたが四季の律者だね。何何？喧嘩でもしたいのかな？カロスタンで、うん、こういう時は痛いところをつかないべきです、バカキアナ。あなたたちもだよ。ケビンと対峙するからって
自信をなくす必要なんてある？私一人でもケビンと互角なんだし、こんなに人がいるんだから恐れることなんてないでしょ。互角？全力は出してないと思うけど、こっちも奥の手を残してあるし。とにかく本当に戦いが迫ってきてるなら、なおさら敵の士気を上げ味方のやる気を減らす必要はないでしょ。士気の立者、私たちはケビンを恐れてはいません。だからこそ事実に基づいてお互いの差を語っているんです。気真面目だね。よく考えてみて。それも恐れて手も足も出ない状態と同じでしょ。ああ、そういえば一つアイデアがあるんだ。恐怖の源を排除すれば全て解決するでしょ。心配は無用だよ。簡単にできることだから、息を殺してそっと背後に回れば。式の立者、あの男と手合わせしているならなおさらわかるはずです。そんな作戦は成功しませんよ。さっきも言ったでしょ、そうムキにならないでって。せっかくあなたたちに教えを授けてあげているのに、戦士たるもの、天地を恐れなければ恐怖を克服して、恐怖を僕年次ってば、一体どれだけ私に迷惑をかければ気が済むわけ？ねえあんた、今は誰が迷惑をかけてるって思ってるの？式の立者、何をするつもりですか？やめやめ、ちょっと席を外すよ。私は忙しいの。一人一人にカウンセリングをしていられるほど暇じゃないんだ。でもどこに行くつもりなの？聞かない方がいい。どうせついてこられないだろうしね。立者って本当に変わってるね。あ、何かおかしな気配がしませんか？うん、もしかしてさっき言ってたのは。ケビン、彼がこの通路の先にいるわ。それに委員長、
から今のあなたはこんなにも。ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょ。否定はしない。絶望的な勝利もまた勝利だ。何らかの方法で全ての律者を捕らえているのなら、なぜ私だけ見逃してくれたんですか。四季の律者のコアは今でも私の体内に存在しています。あなたはそのことを知っているはずです。理由など存在しない。何せ君は君だ。確かに私は私です。例えばあなたに会いにここまで来たのは、不和として肯定したかったからです。木を追うがの宿願を果たし、あなたはこれから人々を率いて崩壊に打ち勝つ。それについては不和として認めざるを得ません。不和としてか。なるほど。私がただの不和なら何事ももっと簡単だったでしょう。君のせいではない。ケビン、かつてあなたは私の戦友でした。戦場では私が最も尊敬するリーダー。理念が違ってもあなたの反対側に立つ勇気など私にはありません。そのことは認めます。昔スーがこんな言葉を教えてくれました。死に際が終焉の降臨ではなかったことがケビンにとって最大の遺憾なんだ。あの頃は単にメイ博士のことを指しているのかと思っていました。しかし今日になってその遺憾が他に何を意味するのか。やっとあなたは勝利者になったその瞬間、救世の命を背負う自身もその手で殺すつもりなのでしょう。君なら分かっているはずだ。僕たちは勝たなければならない。クワ、メイはかつて火種計画を君に託した。復帰とジョカが命を落としたことで火種計画は僕たちにとって失敗したも同然になった。再び旅立った箱舟も数千年後に連絡が途絶えた。だから僕は一度その時点で成婚計画を実行しようとした。新人類の人口が数億を超えた程度で、律者の誕生前なら比較的小さな代償で使命を果たせる。だが君も知っているように、数が僕を止めた。数億人の犠牲より
彼は。ツーは豪奢計画にかけて定められた終焉が訪れるまでに善を尽くせる方法を見つけようとしたんだ。彼の望みが叶っていればいいんだが、クワ、今が成婚計画を成就させる最後のチャンスなんだ。12人の決められた律者が降臨した今、比較的大きな代償でより大勢の生存者を残す。しかしスーが彼の答えを見つけられたのなら、君の火種はまだ消えてはいない。むしろそれは今から燃え上がり、歴史が背負う罪を全て洗い流すはずだ。だからこそ不可、友か敵か選べ。残念に思う必要なんてないわ、私の旧友。今は外と連絡が取れず、あなたの計画も的外れになってしまったのに、残念ではないと言うんですね。計画ね。本来の私と同じように何もかもを知り尽くし、何もかもを掌握していたとしても、私は彼女と同じように他人の進む道を切り開いた後は無様に消える。私は悔しいと思うべきなのかしら。人間にとっては確かに苦痛を感じるような経験です。しかし博士、あなたなら私が別の意味で言っているのだとわかるはずですよね。前回私を責めたことについてかしら。世界を裏切るためにあの子たちを利用しようとしたこと？あの時きつく当たった理由のことでしたらその通りです。融合は不可逆的な過程ですが、計算によればそれは本来40日後に発生するはずです。つまりあなたは自身の知識を駆使して世界の壊滅を40日も前倒ししたのです。たとえそれがあなたと私しか存在していない世界の泡であろうと。人間にとっては必要な行いなの。必要な行い、それは今日という意図も含めてですか？たとえ律者が成婚計画を止める理由が十分にあっても、今日、固有世界に戻る必要はありません。演算結果によると、こちらでコンディションを整えさせるという良策もあったはずです。いわゆる木こりのジレンマを回避する作戦です。しかし、博士は最初から黒弦が迫っているという暗示をかけ、彼女たちを誘導していました。最初は何かを考慮した結果だと思っていましたが、博士、あなたは意地を張っているのではありませんか？あら。昔、まだ自由に動けていた頃、毎年今日どんなに大事なことがあろうと、あなたはそれを置き去りにし、一人でここを訪れ、何もせず一日中過ごしていました。そのことの優先順位が何よりも上回っているのなら、融合するその瞬間、この時間に身を置くことが
何よりも重要なんだと私は推測しました。しかし傾向から見ると誤差はコントロールできません。あなたと私は融合する前に完全に消えてしまうでしょう。救いなどなおさら空想です。だからどんな内容かは分かりませんが、これは後味の悪い結末です。意図的に追い求めていた時間が意味をなくす、つまり完全に的外れな計画です。嬉しいわプロメテウス。細かいところを除いて自分の力で私を見抜いたのね。けど理解してもらうには時間の余裕がもうなくなってしまったわ。知らないような細かいところですか？ええ、それはずっと昔の話よ。終焉の律者が固有世界から世界の泡を剥がそうとしているという推測にたどり着いた時、最初にその発見を共有したのはケビンなの。もちろん当時の彼は何も理解できていなかったわ。合理的なシチュエーションです。なんせ彼は学士を取得していませんから。そういう意味じゃないわ。理論には全く明るくない彼だからこそ、私が見落としていたところに気づけたの。それをきっかけに仮説を語り、とある約束をしてくれたわ。もしどちらかが終焉を乗り越え生き延びることができたら、その人は毎年知り合ったこの日にここでそっと過ごすことにしようって。その行動に何か意味があるんですか？とてもシンプルな考えよ。終焉が世界を滅ぼすことで世界の泡が生まれるのなら、もしかしたらそこに存在する私たちはその約束を覚えていられるかもしれない。この日の意義はそこにあるのよ。果てしない時間と空間を超えて全てを失った相手に寄り添うことができるかもしれないでしょ。だからこそ固有世界の状況を知って、あなたは意図的に融合が訪れる時間をコントロールしたんですね。自分が消える前に固有世界のケビンと最後に一度会うつもりですか？たとえ成功率が限りなくゼロに近いとしても。博士、これだけは指摘させてもらいます。旋回一条の持ち主にとってそんなことは何の意味もありません。その気があるのならいつでもできるでしょう。ヨルムンガンドは私たちに近づき道具にした。それは世界の真相の認知がかつての私たちに追いついていることを証明しています。そしてメイ博士、あなたはそんな理性に欠けた約束を守り、根源とも言える作戦の方向を決めてしまいました。論理的に考えればもはや盲目的だと言えるほどです。なるほど、確かにそれはあなたらしい考え方ね。行為の意義を責めるのではなく、行為の効率を咎める。あなたからすれば私は終始絶対的な理性を保つべきなのね。はい、そうね。私たちは様々な人からそう言われてきた。プロメテウスがあらゆる世界の知識のありかなら、メイは知識を処理する神の思考。思考は知識とは違って
目的が必要なの。だからこそあなたには自分の力で私のことを見抜き理解してほしかったの。自分は最初から感性的な人間で、絶対的な理性は単に手段として使っていただけと言いたいのですか？いえ、違いますね。つまり、自身の感性の生存空間を勝ち取る、その目的のためにあなたは理性を保とうとしていたのですね。器用うがたちは決して認めないかもしれないけど、彼らが私についてきてくれた理由、それは私が徹底的なロマンチストだからよ。そしてそれはこういう世界のケビンが私たちを道具にしてあの子たちをここまで来させた根本的な理由でもある。彼はようやく悟ることができたのよ。火種計画の本当の内容を。火種計画？ええ、詳しく説明するには時間が足りないけど。計画のない計画にとって重要なのは揺るがない夢と不変なる真が。ケビンにとってもあの子たちにとっても同じよ。影である私もそう。あなたもまた同じよ。気にしなくていいわ。こんな哲学を無理に受け入れる必要なんてないもの。しかし、なぜ彼女たちにそれを教えないのですか？そこまで自分たちだけで考えつくことができるとは到底思えません。それはね、今みたいにただ理屈めいたことを言葉にしても他者はかえって理解できなくなるからよ。そういえばあともう一つ、さっきあなたが誤解していたことについて説明するわね。実はね、自分の世界を裏切る行為はケビンなら絶対にすることなの。だから今の私も同じくそうする必要があった。自分の意思に従って自ら行う、その意義はお互いの自我にとって決して語るに足らないものじゃない。それはともかく、当時の私があの紳士でちょっと不器用な男の子を受け入れた時から、私たちの関係は彼側から見れば少し不公平だったはず。私は世の真理を知り尽くし、みんなを率いて崩壊に宣戦布告した。その結果、お互いに残せる時間は少なくなりすぎた。こういう世界の私は絶対的な理性という役を演じてきた。私も彼女に合わせて未来の人類のためになすべきことを全てやり遂げた。だから今度はあの一人ぼっちの男の子のために何かをしてあげる番よね。ですが、
彼がそれを知ることはないでしょう。別に構わないわ。プロメテウス、人の本質は自分以外のために命を捧げることにあるの。理解できません。このままでは崩壊がなくても人類の滅亡は避けられないかもしれません。いえ、プロメテウス。メイ博士、あなたは。ここまでね。どうやら私の拒絶反応の方が激しいみたいね。もしまだ思考を維持できるのなら、今から話すことを覚えておいて。あなたが思う人類を滅亡へと導く卑怯さ、私はそれこそが永遠と生き延びるための要だと思うの。これもまた、私からあなたに残せる唯一の祝福よ。彼女たちが見た終焉の残骸は、精神的な意味で固有世界の私が迎えるべき結末でした。残念なことに、博士、こちら側の私に残してくれた時間はあまりにも短すぎます。まさか博士はさっきまで何かを計画していたのですか？もしかして今私に。ここには私たち二人しかいないはずです。誰ですか？え、心配しないで。ちょっと変わった形になるけど、ウサギとしての責務がなかったとしても、私は申請者を見捨てられないの。私を世界に留めてくれてありがとうございます。しかし、あなたは一体誰ですか？ヨルムンガンドではウサギと呼ばれているわ。けど、見捨てる者に宛てって呼んで。これは自分につけた人間の名前よ。けど、今の状態だと、まずはあなたの意識をすべて聖魂に移した方がいいかもしれないわ。博士と違って純粋なデータの意識なら、自我を失うことはないし。
私を利用して何をするつもりですか？あら、緊張しなくてもいいのよ。別にあなたを利用する気はないわ。どう言えばいいのかしら。私が夢の中に溶け込ませた人たちのように、ただみんなに幸せに生きてほしいだけなの。成婚計画ではそれができないと知っているはずです。そう、分かっているわ。だからこそただの夢でしかないの。けどね、もし明日が存在しなければ、夢から覚めることは死刑宣告と同じなのよ。この世界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。そういえば、雨はもう嫌いじゃないの？むしろ学園長の努力は大人になるまでわからなかった。